ごいちゃん、そんなとこ寝たらあかん。ほら、起きやん。あれ？ちゃうわ。行ってくんで。そんなご飯待っててもさっき食べたやろ。もうあかん。行ってくんで。バイバイ。魂を抱いてくれ胃で色あせた影響もしおきだ。おそす、バツイチ独身人生積んでる39歳、なにわのひみろっくです。いつもありがとうございます。はい、ガチ実践第11弾ですかね。ということで、いつものお店にたどり着く前に同じエリアで周年のお店があったんですけれども、まあ、そっちちょっともともと行こうと思ったんですが、もう駐車場も空き台がないほど、もうすごい人だかりやったんで、嫌気がさしてこちらの方に移動しております。抽選は189番ということでして、まあ、一応特定日でアクロス系にも設定が見込める本日ですね。ただこちらのお店はね、ロックを入れないんですよね。ですから B 花の5になると、その日の引きが悪ければもうすぐに負けてしまうような機械割りですけれども、一応朝はですね、この番号やったらもしかしたら座れるかもしれないので、まあ、朝は B 花に設定狙い、 B 花が埋まってるようであればいつも通りのディスクアップという形で頑張りたいと思います。で、実はですね、前回の動画から夏バテになってしまいまして、この2、3日完全ダウンしてました。ほんとね、久しぶりにしんどいですね。年を取るごとに、夏バテなんかなかった自分ですが、あーしんどいなと。まあ皆さんもほんとね、夏バテ気ぃつけてください。今はまあ、前回ではないですけれども、まあまあ、調子は戻ってきてるんで、今日から稼働をまた開始ということで、やっていきたいと思いますんで、ぜひ最後までご覧くださいませ。それと YouTube はですね、毎度のことながら、いつバンされるかわからないので、各リンクご登録のほどお願いいたします。それでは最後までお楽しみください。バズパワー、よく積もれますように。いや、はい、Thank you.
お疲れ様でした。いや、皆さんのお気持ちは十分わかります。まだまだいけと、全然そんなもんお前生ぬるいと、わかります。ただですね、聞いてください。自分が花火を今まで2兆回ぐらい回してきましたけども、まあ嘘ですけど、あれは罠です。というのも、まず氷がもう70分の1ぐらいです。ずっと1500ぐらい回して、遅れが3回しか出てません。そのうち1回は前のゲームで入ってたんかな。っていうことは、実質2回ってことなんですよ。で、まあ風鈴も最初は調子良かったんですけど、結局16分の1ぐらいになってます。で、ビッグ中の斜め風鈴はもう明らかに、もう奇数設定の挙動です。この4点の理由でやめましたけども、まだもちろん2000回も回してないんでね、何もわからないとは思います。だけども、花火ゲーム中のハズレが7回引いてますけども、あれはね、もうトラップです。絶対トラップ。自分の経験上、高設定の台ってのは、やっぱり何かがいいんですよ。飛び抜けて。例えば、子役がいいとか、子役高確率状態であるとか、遅れが遅れまくるとか、遅れ高確率状態とか、もうハズレ出まくり1回のビッグで6回出たとかね。もう今日はね、花火ゲーム中のハズレに関しては、まあまあそこそこですけども、でも言うても、50ゲームぐらいしか回してないんで、もう全然まだサンプル取れてないですし、そうなると何かっていうと、やっぱり遅れと子役やと思うんですよね、自分の場合はね。その二つが圧倒的に悪いんで、まあ朝ね、一気に900枚ぐらいで一気に900枚座れてますしね、実際。まあ言うても自分がやめ時や思った時が、やめときやと思いますんでね。あとまあ店の状況もあります。いつものお店は一応特定日が月3回あるんですけどね、もう見事に貸せるときあるんですよ、本当に。だから周りの状況っていうのもすごい大切だと自分は思ってるんでね、常連さんの面々が売ってないんですよ、花火もバーサスも。朝ちょっとだけ売ってる人はいましたけどね、でもやっぱりほとんど知らん顔の方が売ってるんで、それがもうそういうことだと思います。で、ディスクアップも普段来ない人たちが朝3、4人座ってましたけどね、今はもう
全部顔が変わってますから。ほんまに厳しいですわ。やっぱりね、いつものお店はディスクアップしか打てないなと改めて感じました。残念ですけどね。まあそんなわけで、もう今日はうんこちゃん動画ですけれど もう最後に今日の気持ちを北斗劇場で表したいと思います。へへへ、かわいい子ちゃんはどこかな。あ、こんなとこにいやがった。ひひぇ、おい、あ、なんだ、わざわざめだよ。カモカモラープシッ、ノリノリュー。それではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。おそす、人生積んだヒムロックです。いつもありがとうございます。いやー、昨日のね動画はもうあまりにもうんこやったんで、2日連続の動画ということで編集しております。で、本日はいつものお店でもまあ良かったんですけれども、1年ぐらい前かな、来てたあの花火生活とかやってたお店に来てまして、まあ周年記念ということで387番の抽選でした。うん、まあまあ人多いから仕方ないんですけど、この番号やったらもうバラエティコーナーかなっていう感じですので、まあバラエティコーナーの A タイプ。まあアレックスとか打てるかなってとこですね。まあ普通に花火ディスクアップが開いてたら、まずはそっちから見てっていう感じで、今日は攻めたいと思います。はい。で、固定して撮影は当時は全然ウェルカムな感じだったんですけれども、まあ何せ1年ぶりぐらいに来てますんで、もし止められたら、ちょっと固定しての撮影は NG となりますが、なんとか頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは行ってきます。おーす。
前はもう死んでいる。賛否両論あると思うんですよ。でもね、もう今日の自分は無理。お疲れした。お疲れ様でした。いや分かってますよ、分かってます。でもね、もう無理なんです。本当にもうね、ビッグ変調型でそもそも作られてる機械なのにね、もうレギュラーがね、もう240分の1ずっと推移してね、ビッグが弾けない。もうこういう日はね、もうこれ閉店まで行ってどうなるかそら分からんすよ。昔の4号機のね時代やったら行きますよ。 ATM 行ってお金下ろしても逆転できることがあったから、ていうか逆転できるから頑張ったらね、最後は。でもね、もう今のこのスロットでね、もうそんなんでけへん。そんなことしたらね、マジでね、破産します。だからもうほどほどにしてね、もう熱くなっちゃいけないんで、もうプラってる時点でね、今日のまあニットは少ないけども、でも一応負けてないんでね、もうやめました。わかりますよ。でね、閉店まで行けっていうのは分かるけどね、もう自分はいいです。もうこうやってちょっとでも残していかないと、その積み重ねが結局最終的な収支になっていくと思うんでね。もう最悪のこと考えたら、もし今からメダルなくなったら、もう俺多分ほんまに、もう店にガッ。久しぶりね、もうほんまに1年半ぶりぐらいに来たこのお店なんですけど、まあせっかくなんで風呂でも入って帰ろうかな。はい、というわけでお疲れ様でした。もう疲れました。もう肩とかもうめちゃめちゃ痛いです。お疲れでした。いやー、すっきりしてきました。いやー、人間ってね、ちっぽけな生き物ですよね。まあ、そんなん、6ちょっとへぼったぐらいで、明日も頑張りましょう。それではまた、お会いしましょう。ありがとう、いつも、すいません。コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。